ちょっと1つでいいの、1個でいい、じゃあ出ますよ、これ、はい、はい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 、これドアを押さえておいてくださいよ、はい、あ、ごめんなさい、これ私、ベッドの人に、あ、はい、松井先生からお渡しください、はい、もっとあの広いところに、はい、じゃあちょっと、Please be back、 どこに行けば、もうちょっと、もうちょっとどっか、ちょっと余裕見ながら、みんな出られない、あの別に逃げませんからゆっくりゆっくり、じゃあ伊勢先生、これよかったメディア用のやつとして、はい、受け付けてもらえたんでしょうか、受け付けていただきました、はい、受け取ったって言って、あ、これが、はい、で受領の、 あの日付のハンコもいただきました、はい、これがメッセージ、私のメッセージ、どなたが受け取ってくれたんですか、はい、どなたが受け取ってくれたんですか、名刺、あ、藤田さん、藤田さん、していくらやったら誰だこの人、していくらやったら肩書き、はい、こっちに、まあいいか、読み上げてもらえますか、はい、読み上げて、シティ・オブ・グランジェル、名前、あ、でもシティ・クラークですね、シティ・クラークですね、カスキアン、シティ・クラーク、オブサーブシティクラークです、提出した時の様子を教えてください、いや、とてもにこやかに、あの、うん、いい雰囲気で受け取っていただきました、で、私たちは講義に来たわけではなく事実を伝えに来ましたということをしっかり伝えましたので、そしてあの講義文とそれからアメリカの公文書もお渡ししまして、それからあの日本の神々の写真集もお渡ししましたら、かわあの帰りにこれをいただきました、これはとっても貴重なものだと思います、あとですね、嬉しかったのはバッジをいただきました、それであのこの桜のバッジは、日本が地震がありましたよね、で地震の時にあの津波で流されちゃってしまったので、3000の桜を植えようっていう運動が日本で始まってまして、その運動で、桜の苗木を買うとこのバッジがもらえるんですけど、そのバッジを向こうの方につけて差し上げてきました、そういう感じです、あ、いい雰囲気で、とってもいい雰囲気で受け取っていただいたので、であの一つ直筆で手紙を、うん、渡してきたんですが、慌てて書いたんですけれど、あのこれは、まあ、お会いできなくて残念ですということと、それから、今後も日本の友好や絆を築いていきたいということが書いてありますので、そういう意味ではやっぱり知らないことって多いので、これからいろんな真実を伝えながら友好関係を築いていきたいと思っています、はい、そんなとこですね、他にありますか、そこからあの渡した時に何て言われた、本当に別にありがとうですよね、うん、あれ藤田さん何か言ってました、いや、ありがとうだけ、うん、ありがとう、淡々と淡々と渡ってケース取って業務的に、うん、講義文は今後どのように扱うっていうふうに言ってましたか、4人の方全員に同じものをあの渡してますので、それを渡してくれるとおっしゃってました、しっかり渡しますとおっしゃってましたよね、だから本人たちに渡ると思います、で私たちの名刺も全部つけてあの入れてファイルに入れて渡しました、321人の名簿も、あ、そうですね、321人、その時は318人ですけど、その名簿もつけてお渡ししてあります、321人の名簿、渡したのは318人です、はい、その後3人増えているので現状は321人なんですが、はい、英文の状態の時には318人です、はい、あ、318議員です、はい、現議員、皆さん署名をされているんですか、署名しているのが6割7割ぐらいで、あとはメールの方とそれからファックスの人は署名してありますけど、あとは、まとめて10人ぐらい名前書いて送ってくるとか、そういうのもあります、全員一人ずつ の、 あの署名ではないです、あの日本からやってきた意義はあったと思いますか、 あると思います、うん、はい、やっぱりこの伝え、あの何も言わないとそのまんまのことがあの、まあ、報道でも載ってしまうので、私たちが来たことはとっても意義のあることだなと私自身は思っています、それで今回、13人で来たのはあの地方議員ですから、であの前あのオバマ大統領とそれから、こちらの市長さんに、抗議文を
お渡ししに、あの日本のアメリカ大使館に伺ってます。その時に、ベネット一等書記官の方から、これは、国の方針ではありませんと、各地方議会が方針で議決したものですから、その抗議することもできますよということを、ベネット一等書記官がおっしゃってました。それで、まあ、それじゃあ行きましょうかということになったというのも事実です。最初はこんな大げさになるとは本当は思ってなかったんですが、でも国民、日本の国民の方が頑張れよという感じでメールをくださったりファックスくださったり、それでアメリカ大使館に持っていった時には、111名の地方議員の署名というか名前、賛同議員だったんですが、それからどんどん増えまして、まあ、300人以上超えたという状態です。その中に、ね、今後グエンディル氏に対して働きかけ対応はどのようにされますか。はい、まだ持ってきたばっかしなので何とも言えませんけれど、まあ、今日もみんなと相談して今後の方針を決めようと思いますけれど、まあ、日本に帰ってからどういう報道がされているかもちょっとまだわからないので、その後はみんなで検討しながら考えたいと思います。ただ友好を築きたいというのは一緒ですから、やっぱり日米って大事な国ですよね。で、社会で世界で貢献している国なので、それは大事だと思いますのでやろうと思っています。で、先ほど、まあ、事実を、まあ、知ってほしいとおっしゃったんですけど、ヤンフっていうのはセックスレベルないっていうようなことを。違いますね。アメリカの公文書でも、はい、そうでもないと、なんて書いてあったかな、英語でなんて言うんだっけ。要するに雇われた売春婦だっていう、高級に雇われた売春婦で、私もそのアメリカの公文書を見てちょっとびっくりしたんですけど、私は戦後生まれなので戦争知りませんよね。でちょっとびっくりしたんですけど、その慰安婦の人たちと、それから慰安婦の人たちとその軍人さんたちがピクニックに行ったりしてると書いてあるんですよ。で、本当にという感じで、だから私たちって本当知らないことが多すぎる。だからやっぱり公平公正な目でいろんな事実を知って、それで判断しなきゃいけないなというのは自分も含めてすごく思います。私も知らないことが多すぎるんで今から勉強します。はい、okay, if you have any other questions in Japanese, if you have any questions in English, act as an interpreter. Yeah, can we? そっち。ここから英語しとき。All right. I'll act as an interpreter. Okay. All right. So, could you tell us what is your purpose of visit? 今回の訪問の目的は何でしょうか。グレンデル氏には、慰安婦像が立ったことに対する抗議だけではなく、事実を伝えたいというのが目的です。It is not just expressing our objections to the statue erection, which is a but we'd like to also develop a very good relationship between the two countries. When inside the office, what was the document you handed to them? What was the response from the どのような内容の書面を手渡したのか、そして政府の方の反応はどうだったのか教えてください。書面には、慰安婦像設置に抗議する、全国地方議員の会という名称で、抗議文と書いてありますが、内容は抗議だけではなく、日本人は女性を代表する国柄ですというようなことも書いてあります。The message is from the older race leaders protesting the direction of the custom of the statue here. But at the same time, the message explains that we treat women historically very nicely in Japan. 例えば1300年前、1000年以上前に、その丸酒式部とか、清少納言とか、そういう女流社会が出ているという国柄ですということも書いてあります。For example, Japan has female novelists, some 1300 years ago, 紫式部 or 清少納言. So we raised that kind of example as how well Japanese society of Japan treated women in our history.
Okay. Do you actually have a proof of document that the sexual slavery or comfort movement never existed in the World War period? あの第二次世界大、あの世界大戦の時にですね、実際その、慰安婦がいなかったということを証明するそういう内容をあの、書いてるんでしょうか。いえ、書いてません。慰安婦は、世界中だけでも、まあ、戦争以外でもつきものだと思ってます。Okay. Let me clarify.Comfort women, what we call, existed no in Japan in any military. Bus 来ましたんで、すいません。乗ります。Bus 来ましたんで、乗ります。お願いします。駐車ダウンできないんで。We didn't deny that fact. 副長さん、打ち切りましょう。打ち切りましょう。あとは。However, じゃあ皆さん動いてください。You know, six slaves. 私が Never existed. もういいですか。もう行きましょう。行きましょう。はい。皆さんの名前は。行きましょう。それであのぶら下がりのあれはもう ここだけにしましょう。これはやらないと。はい、はい、みんな乗ってください。でも記者会見もあるからね。あ、そうですよね。記者会見もしあったでも時間がないから、ね、あれそれ言ってないから、会見が終わって、これから移動します。バスどっちここ、はいはい、横断幕でどうなったんですか。あちらで、あの火の方で、火向こう向こう向こう、OK、じゃあこっち行きましょう。もうここまでですから、あの、はい、記者会見でその辺で多分止めると思うから、はい、でもあれ、あれあれだね、はい、すみません、どこで行くの、その丸め滞留してるとまたあれすればさっさと止める。そうですね、乗ってから滞留してるとまた今度はしまって乗ってください。乗ってください。止めとけないって言うから急いでね。はい、じゃあ行きましょう。ありがとうございました。はい、失礼します。ありがとうございます。 See you. カムサムニダ。あんたそのカムサムニダっつったの、うん、そうそうそう、 SBS と KBS と来てたから。お疲れ様です。ここはでもやっぱ点呼はした方がいいかもしれない瞬間で。地元の日本の新聞社だったんですけど、場所がわからないと分からない。日本文のやつください。日本文の。日本文？日本文の。この辺入ってる。ちょっと点呼できますか。最後。どっちかわかんない。記者会見でやれないんですか。記者会見でやれば、はい、記者会見の時じゃ、もう記者会見で全部やりますとかって、そこに来いって。の方がいい、どっちがいいと思う。いやだけど時間帯が例えば夕刊帯とか、ああ、そうでしょ、それ日本文一本、あと他の人にはあれで渡る。マスターそれはお預かりしたもの、お宅はいいよ。記者団に配るやつ。OK、じゃあ、あとは記者会見いいよ。もういいよ、参加さんだけど。一回もう、で、乗ってますね。OK。1番から順番、ちょっと番号番号番号。俺、一応一緒お願いします。1番、はい、マスターさん。はい、順番。1、2、3、4。5誰、5、5は誰、5通訳さんじゃない。じゃあ 6番いってください。はい、7、8、9、10、13、じゃあ5番だけ。やっぱこのシステムは法律がいいな。 Where are you getting? Are you going to the peace statue? Or? うん、そうですね、スタチューですね、今から Right now! はい、じゃあ行きます。吉田さん、ちょっとお願いしたいのが、日本語で言われてるときに英文の公文書の中の中身でこの単、その単語は何ですか。